とある日の休みということで、ちょっと実家に帰ってきております。急遽実家に帰ろうって思ったから、ちょっとね、急遽休みになって急遽、家、実家帰ろうと思った感じで帰ってきたので、そう、まあ実家だからね、別にいいやと思って、何も着替えとか何にもね持ってこず、仕事帰りそのまま直でね名古屋帰ってきて、はい前日の夜かな。でちょっと今もうね、すいません、もう髪もボサボサなんで、ちょっと実家で一日オフを過ごす日ということで、ちょっと動画撮っていきます、ちょっとだけね振り付けの仕事をしたいと思います。結局仕事かいって感じやけど、ちなみにここは妹の机です。もともとはね私の机やったけど、ということで曲編集も終わり、ちょっと今からお父さんとご飯、お昼ご飯行きたいと思います。イエーイ。始発で帰ります。急遽だったんで、リュック一つでね着替えとかも何も持ってこずに帰ってきたんですけど、まあ実家だからね、何とでもなりやと思って、そう帰ってきたんですのでね、ちょっとね友達と遊ぶとかねちょっとできなかったんですけど、まあ家族とね、家族と、はい、時間をすごくことができたので、またちょっと今日から頑張りたいと思います。バイ。いや朝早い。